史、その足跡とこれから築き上げていく未来を描いたストーリーです。どうぞよろしくお願いいたします。それではお送りいたしましょう。東京ファントムオーケストラ第4楽章、聡明のヴァイスハイト。人は火を起こし、道具を使い種を育て知恵を得た。その知恵は大地を開き、大いに文明を育てた。やがて文明は人を宇宙にまで送り、その知的領域、この世界の成り立ちにまで迫ろうとしている。だがしかし、その知恵は我々を幸せにしたなのか。無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く嘆かざるを得ない。かのソクラテスはこう思った。汝自らを知るべし、真の賢者とは己の愚を知る者だ。やがて地を極めた己の揺らぎの中に真実を見出すだろう。その揺らぎこそ学生を誇る命そのもの。分断から融合へ、細分から勝負、命の勝負にしたい。己はアークヘイベンセン、台頭する新たな進化のスパイラー。